ドギラゴンハイパーと違ってしっかり環境入りするタイプのドリームレア。精霊超ハイパーアルカディアス。テキストを確認したい方は動画の一時停止を。診断発売直後、なんと最新の巨大天文に採用され、200名規模のチャンピオンシップで2名がベスト4入賞を果たしました。さて本題に移りましょう。結論、このカードは4枚目や5枚目以降のゲームエンペラーです。ブロッカー、ジャストダイバー3枚までドロー。天文や正門から出して単純なリソースという観点でもかなり優秀ですが、これだけだと優秀なだけでゲームには勝ちません。そんなこのカードの進化はやはりハイパーモードにあります。例えば正門からウェルキュースと動いてゲームを出す鉄板ムーブ。マジックなんかはこれで完全に積むわけですが、ハイパーアルカディアスもまた同じ役割を持つことができます。踏み倒しに使ったウェルキウスがそのままハイパーモードのコストとなり、相手の呪文を完封。これによりマジックやゴスペル、アーテルチェインなどは完全停止。サイフォゲートからハイパーアルカディアスを踏み倒した際も全く同じことが可能です。なんだかんだウェルキウス1枚は引かなきゃいけない問題も地味に解決しています。なんなら同型でも先にこれ決めた方が勝ちそうですね。このように呪文主体の現代デュエルマスターズにおける強力なアンチカードでありながら、ヤニシゼアビスのようなハンデスデッキに対しても大幅なリソースを獲得できるハイパーアルカディアスは今度こそ環境最前線レベルのトッププレイヤーでした。3箱に1枚とか聞いたんで気合で当ててください。シークレット当てた方はこっそり連絡ください。欲しいものリストのリンク送りつけます。このカードに対する意見感想エピソードはコメントまで。このカード使った対戦動画とかも順次公開していくのでよろしくお願いします。久々に音速さん復活となります。今後は対戦動画もねたくさん出していけたらと思うので改めてよろしくお願いします。それではまた次回のカード解説でお会いしましょう。